皆さんこんにちは。後輩選手たちへのパワハラ行為が球団に認定され、楽天を自由契約となった安楽智弘選手、その後消息が伝わることはありませんでしたが、先日今季は再起を目指してメキシカンリーグでプレーする見込みとの報道がスポーツ紙でされていました。しかしメキシコ以外にも韓国や台湾球界、国内の独立リーグなどにも売り込みを行うも話がまとまらないなど、再スタートは険しいものと言われていました。今回は安楽選手の去った後の楽天の選手の様子や騒動後初のコメントについて、メキシコの過酷な野球環境についてまとめてみましたので、一緒に見ていきましょう。まずは安楽選手の去った後の楽天の選手の様子についてですが、安楽選手がいなくなった楽天のキャンプはすこぶる雰囲気が良くなったと言われています。キャンプってこんなに楽しいんですね。最高です。野球って楽しいですね。キャンプイン直後からそう言って声を弾ませていたのは、安楽選手のパワハラ被害に遭っていた若手投手の一人でした。担当記者もチームに漂う空気の違いを肌で感じるほどだったそうです。やっぱり雰囲気が明るくなって、特に若手投手陣は生き生きとしていました。昨年まではキャンプ中でも休みの前日などに安楽に半ば強制的に飲みに連れて行かれ、言われのない説教をされたり、自慢話を聞かされて太鼓持ちをさせられていましたからね。野球に集中できる環境になって、シーズンに向けたいい準備ができているんだと思います。被害選手たちは安楽選手が自由契約になっても一様に絶対に許さないと口を揃え、安楽選手が家を引き払って仙台を去った後もその動向に神経を尖らせていたそうです。彼らは間違っても安楽とは二度と一緒に野球をやりたくないという思いが強い。だから安楽を拾ってくれる球団が出てこないどころか、練習場所の確保すらままならないことを伝え聞くと安堵していた。安楽もあれこれアマチュアのチームなどを当たったものの、どこも協力したがらなかったようです。そのことが週刊誌などに漏れて表に出れば、世間からあんなやつに練習場所を提供するなんて何を考えているんだと批判を浴び、炎上しかねないですからね。一時安楽は野球を続けるのが難しい状況に立たされていた。そんな球場を知っても早く引退発表してくれないかなと話す選手もいたほど、安楽への嫌悪感は強い。メキシコという遠く離れた地であっても、安楽が野球を続けることに複雑な思いを抱いているんですと担当記者は話していました。安楽選手を自由契約にしたことを発表した際、楽天の森井茂之球団社長は、彼の人生の全てを否定するわけではない、所属していた選手なので今後しっかり見てあげたいとサポートする考えがあることも明かしていたように、今回の一件で安楽選手の野球の道を全て閉ざしてしまうのはどうかという意見もありました。ただ被害を受けた選手にしてみれば、そこまで考えてしまうほど深い傷を負わされていたのです。そんな元楽天の安楽千尋選手が5日、メキシカンリーグの強豪メキシコシティレッドデビルズと契約したことを発表しました。ここからは騒動後初のコメントについて見ていきましょう。レッドデビルズは23日、日本時間24日、安楽選手がキャンプに招待選手として参加すると公式 SNS で伝えていました。同球団はメキシカンリーグで最多優勝を誇る強豪チームで、ソフトバンクの守護神オスナも在籍していました。安楽選手は、この度私安楽智弘はメキシカンリーグのメキシコシティレッドデビルズと契約いたしましたと代理人を通じて文書で契約を発表。続けて、昨年私が同僚選手にした行為につきまして、当該選手、楽天球団、チームメイト、そして何よりも応援してくださった野球ファンの皆様に多大なご迷惑をおかけしたこと、そして失望させてしまったことをこの場を借りて改めてお詫び申し上げますと、改めて昨年のパワハラ行為について謝罪の言葉を記しました。さらに、私は当該選手を含め後輩のことが大好きで、決して後輩選手をいじめようと思ってしたことは一度もありませんでした。私なりのコミュニケーションのつもりでやっていたことでしたが、受け取る側の気持ちを十分に考えられておらず、私の行動が誤っていたこと、私の認識が甘かったことを痛感しておりますと当時の思いを綴り、私自身もう野球を続けるべきではないとも考えましたが、周囲の方々から絶対野球をやめないでほしいと励ましていただきました。また多くのファンの皆様からも、このような私に対してもう一度頑張れ、応援していると言っていただきましたと、解雇以降の葛藤や周囲の応援の声に対する思いを明かしました。そして悩んだ末に、そしてこの度メキシコシティレッドデビルズにて野球をする機会をいただけたこと、これらのこと全てに感謝し、もう一度真摯に野球と向き合い、皆様にまた応援していただけるよう全力で精進してまいりますと、新天地での再起を誓っています。最後に、報道されている内容につきまして、真実と異なる点がいくつかあります。真実と異なる内容や憶測に基づいて、私の家族や身内に対する嫌がらせ、誹謗中傷等はどうかやめていただきますようお願いいたします。
2024年3月5日安楽智弘と呼びかけています。そしてもう一人、安楽選手のパワハラを見て見ぬふりをしていたのではないかとの疑いを持たれた安楽選手を可愛がっていた田中将大選手にも変化が生じているそうです。安楽問題に関しては、田中選手がパワハラ現場にいながら止めることをしなかったとの関係者の証言も浮上しましたが、球団が行った選手らへのアンケート調査の結果を踏まえて、安楽選手以外に処分される選手はいませんでした。複数の後輩へのパワハラを行っていた安楽選手が楽天を退団したことによるチームの変化などについては説明しましたが、安楽選手の兄貴分である田中将大選手の言動もこれまでとは異なってきています。田中選手も自身の SNS で、自分もチームの年長者としてもっと後輩たちの様子に気を配り、気軽に相談され、問題があれば率先して注意すべきであった、意識が甘かったと反省していますと綴るにとどめ、以降田中選手がこの件を公に向けて言及発信することはありません。田中選手の変化の様子を、やはり安楽問題でイメージが悪くなったことは感じているんだと思いますよ。テレビの取材の受け答えなどは明らかに協力的になりました。ファンサービスもこれまでもサインを全く書かないということはなかったですが、今キャンプではより多く応じるようになりましたねとテレビ局スタッフは話していました。安楽選手を受け入れたレッドデビルズは、福岡ソフトバンクホークスのロベルト・オスナが22年途中に千葉ロッテと契約するまで所属していた球団でもあります。オスナはアストロズ時代の19年にセーブ王のタイトルを獲得しましたが、その後女性への暴力問題が発覚、 MLB 各球団との再契約が難しくなり、母国メキシコのレッドデビルズでチャンスを待っていたところ、ロッテ入りが決まりました。22年当時、ロッテ側から調査を始めたのが来日のきっかけとも言われていました。メキシカンリーグにルートを持つ NPB 関係者は少なくありません。今回の安楽選手も同じようなルートから話がまとまったのではないかと思われます。巨人のメンデスも来日前はメキシカンリーグのモンテレーに在籍していました。元 DeNA の音坂さんも21年に戦力外を通達された後、やはりレッドデビルズと契約しました。パワーでは中南米出身の選手にはかないませんが、基本に忠実なプレー、捕球や走塁のテクニックの高さは認められており、さすが日本人選手、 WBSC 世界野球ソフトボール連盟ランキング1位の国だけのことはあると高評価を得ていますと米国人ライターは話しています。とはいえ WBC やプレミア12大会を見ればわかるように、メキシコ代表は上位進出の常連チームです。また WBSC が昨年末に発表したランキング、数値上で各国ナショナルチームの強さを表したものによれば、1位日本、2位メキシコ、3位米国、4位韓国となっています。レベルの高いプロリーグであり、日本人選手のレベルの高さも認めてくれています。ましてやオスナのように過去のしくじりを受け入れてくれたケースを考えると、安楽選手にも再起のチャンスは十分にありえそうですね。同時に厳しい競争も覚悟しなければならないが、日本とはあまりにも異なる野球環境に適合できるかどうかが鍵となりそうです。最後にメキシコの過酷な野球環境について見ていきましょう。メキシカンリーグでプレーをした経験を持つ元 NPB 選手は、球場に行くと日本の環境がいかに恵まれているかが分かります。砂漠みたいなところにポツンと作られた球場もあって、内野手が一塁に送球したらあまりの強風でそれてしまったり、バッターが目を開けていられなかったりということも。日本ならドーム球場の建設が話し合われるでしょうが、野球は屋外のスポーツなのだからと言って全く気にしないんですと話しました。マイクロバスで宿舎のホテルから何時間もかけて移動することもあるそうで、出発した午前中は暑いと感じ、半袖でバスに乗り込んだものの、試合前の練習が始まった夕方には肌寒くなり、長袖を持ってこなかったことを後悔することもあるそうです。日本では考えられない寒暖の激しさに慣れるのも大変だと言われています。また試合前、球団スタッフがスタンド席のある方向を伝え、絶対にあっちを見ちゃダメ、目線も向けないようにと注意してきた。理由を聞くと、地元の有力者の愛人が観戦に来ており、もしもその女性と目があったり、声援に応えて笑顔で手を振ったりしたら、後で有力者の子分たちが来て、ボスの大事な人に色目を使いやがってと因縁をつけるからだと言われたそうです。もちろん食事が合う合わないも日本人選手には大きく影響してきます。地方に行くと砂地の上にテーブルを並べた飲食店もあります。ホテルでシャワーを浴びようと思ったら L、カロール、ホットと書いてあるのに水しか出てこないんです。明るすぎる選手も多く、夜中に誰かの部屋に集まって歌っているんです。うるさいと思って注意したら、俺の歌最高だろと言い返されて、朝まで付き合わされたこともありました。
元 NPB 選手は話しています。こうした生活環境の違いにも慣れていかなければなりません。ただし日本人へは好意的な人が多く、他の中南米の野球エリアよりも治安面は良く、報酬も高い方なんだそうです。しかし投手安楽を悩ませるのはやはり球場の問題でしょう。高地に設けられた球場も多いのでホームランも出やすいそうです。安楽選手は直球で押すタイプなだけにピッチングスタイルの見直しも迫られます。メキシカンリーグという異国で野球を続ける厳しさが彼をどう変えていくか、古巣楽天の関係者はもちろん野球ファンは注目しています。いかがだったでしょうか。今回は安楽選手の去った後の楽天の選手の様子や騒動後の初コメント、メキシコの過酷な野球環境についてまとめてみました。昨年発覚し楽天はもちろん日本球界にも大きな衝撃を与えた安楽問題ですが、ついに安楽選手も気持ちを改め本格的にメキシコで指導していくことが決まりました。今後も安楽選手の動向に注目しておきましょう。皆さんは安楽選手の移籍についてどう思われましたか。感想や取り上げてほしい芸能人、有名人がいらっしゃいましたらコメント欄で聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。